ガガゼと第1の試練、輪っかのボールで中心の、あ、試練なんだ。あの空いた隙を狙うのね。なるほど、タイミングがあるわけさ。ここだ、クソ、あ、いけ、ダメか。なにこれめっちゃむずい。おらー、うわー、第2段階あるのね。お、今いけたろ。くそー、バカむずいな。ここだ、ちょっと早すぎたか。なにこれめんどくさい。イエーイ、来た。あ、宝箱が出た。で、あのスイッチを開けたことによってどっか道ができたのかな。はい、じゃあね、一旦試練を二つ目も終わらせてきたんだけど、二つ目はね、なんか見せるに値しない内容だった。なんか色にキャラクターはめ込むだけみたいな、なんかそんなしょうもないやつだったから、ちょっと飛ばしちゃった。だからこっからちょっとストーリーを、まあ、先に進めていきたいと思います。いや、敵うぜー。よし、じゃあ進んだね。そろそろ来るはずだ。召喚師の力を試すために奴は魔物を放った。誰がですか？ジェクト？ユーナレスカ。ユーナレスカ、ユーナレスカ様。ザナルカンドで強い召喚師を待っている。生きていらっしゃる。ここで震いをかけていく。マイカやシーモアと同じだ。ああ、もう霊体なんだ。そうですか。おじけづいたか？いいえ、もう何も怖くないんですブラスカの娘だな。最後までそうありたいと思っています。なんだ、何の魔物を放ったんだ。あー、セーブポイントが今見えたな。こいつさ、めっちゃ厄介なんだけど。超強いし、ちょっと待って、ちょっと待って、マジで厄介すぎる。待って、こんなとこで先制で落とされるとはちょっと聞いてないな。ティーダのトンズラで逃げようと思ったのに、こいつ毎回さ、すげえ嫌なんだわ。防御、防御で、もう一回防御で、ティーダでトンズラ。あんぶねー、いきなりフレアはやめてくれやなんか今インフン出たな。よし、じゃあなんだろうな、セーブポイントあるからだいぶ強敵が出てくるとは思うんだけど。よし、じゃあ一旦セーブするわ。よし、じゃあセーブ終わり、行こうか。待って、何が待ち構えている。おーい、いきなりかよ。あ、違うか、そういうことじゃないのか。あー、びっくりした。そりゃそうだよね。もうなんかエンカウントすげえ多いんだけど、このゲーム。ちょっとうざいわ。なんだ、召喚獣がいるのかな。来る。なんだ、いや、すごい硬そうな敵だよ。なにこれ、ベヒーモス、アッシュみたいな。ホントウィング、狩り属性の攻撃をやってくるんですか。魔法か。あー、強くね。待てよ、落ち着け落ち着け落ち着け。いきなり状態異常から始まるんだ。ユーナ、白魔法、ちょっとこれ全体欲しいな。ちょっと待ってよ、全体エスナー、エスナガが欲しい。エスナガ、聖地のガーディアンって名前なんだ。一旦アーロン、オッケーで、アーロンにはあのね、オーバードライブ技に、あれ、オーバードライブ技が使えない。なんでわかんないけど、いやマジか。まあいいや、じゃあ一旦どうしようか。ちょっと攻撃力ダウン、暗闇入ってる。まあいいか。あ、入るね、パワーダウン入る。じゃあそんなに痛くないね。じゃあもう一回ティーダだ。今度はティーダに、この状態なんだろうな、 エスナでも直せないのか。カーズっていう状態、なんだろう、カーズっていう状態は、カーズ様、どういうこと。必殺技っていうか、オーバードライブが使えない呪いなのか。励ます。まあ、なんかアーロンの物理でいい気が、あ、普通に白魔法でライブラーやればよかったな。
アーロンの回復か。なんだろうこれ、ちょっとわかんないな。あ、待って、言うな、いいや、もう使っていこう。マスター召喚、イフリート、バハムート、なんだろうな、アゾン状態以上初めてなったな。カーズだったよな。何で解除するんだ。エスナでも解除できなかったし、なんか万能薬で治せんのかな。なんかそれだったら最初から万能薬やった方が良かったな。魔法に頼り切るのも良くなさそうだな。オッケー。じゃあバハムートで一旦どれくらい削れるかだな。魔法攻撃になるのかこの必殺技は。物理なのかいまいち分かんないけど、大きさいい勝負してるね。メガフレアの前に、一旦ちょっと、物理防御と魔法防御が高い。まずそこから。でも HP は4万しかないんだ。なんか、1500。硬いな、確かに。マジカルブレス。強くね？それはダメだ。メガフレア。マジか、アーロンの方が出してたね、火力。そうか。デバフ入れてからじゃないとダメだね。じゃあ魔法と、精神デバフかけてアーロンで殴る。まあ、精神デバフはいいか。物理デバフかけてやっていくのが良さそうだな。これもしかして1万も出ないのかな、召喚獣のダメージでも。頼む、行ってくれ、1万。あ、1万は行くね。そっかそっか。オッケー、じゃあいいよ。うわ、こいつ、今削った。マジ、4万で優しいとか思ったけど、マジか。やったん、お前マジかよ。振り出しじゃんかよ。嘘でしょ、ケアルが使ってくんのか。それなしじゃね。オッケー、ナイス。黒魔法の方が攻撃通ったよね。マジか。それなしじゃない、さすがに。1500。スリップテイル。あ、弱っ。バハムート耐久って、嘘、なんでお前に。ずる。マジか。ケアルが持ってんの。バハムートはここで出すべきではなかった。失敗したな。まあいいか、どんどん溜まっていくからいいけど。じゃあアーマーブレイク、魔法、でも魔法も下げた方が良さそうだね。下がった。まあ一旦じゃあライブラやっとこう。まず敵の情報を知らないことにはちょっとお話にならなそうだな。で、聖地のガーディアン、ホントウィングは混乱、睡眠、沈黙、暗闇、カーズなどの効果がある。スリップテイルにはヘイスト解除と次の行動、遅らせる効果があるんだ。回復魔法やリフレクなどを使うって書いてあるから、リフレクなどを使う、回復魔法とかがあるから、石化、混乱、挑発、睡眠、沈黙、ダメなんだ。どうしたらいいんだろう。特に弱点とかはなさそうなんだけど、なるほどね。わかった。じゃあ、どうしようか。一発で落とされんの。多分あれは物理系だったよね。これは強いぞ、あいつ。ヒーナじゃねえわ、ユーナで結構バフかけてあげないとやばそうだな。励ます。しかもあいつの行動結構早いんだけど。プロテスもやってくるのか。まあ、それはいいや。励ます。こっちもちょっと場を整えないとやばいね。ユーナ。魔法。どうしたらいいんだろうな。ケアレラ？一旦アーロン回復しとこうか。一旦アーロン回復して。待って、これケアレラで結局無になるんだよな。それはやばい。3回目。待って。強い。どうしよう。でも今あいつプロテがかかってるから、魔力デバフ入れる。オッケー。でも結構、アーロン強いな。育てたんだよ、頑張って。で、じゃあ、こっちも、魔法が優先かな？
で、ユーナに魔法を。これみんなやんないとダメだな。励ます。物理は確かに励ますとかでどうにかなるけど、魔法法じゃどうにもならん。これか、フォントウィング。まあこれはでもそうか、状態異常になるのか。え、あ、積んだじゃん。あ、起きた起きた起きた。危ない危ない危ない。ちょっと待ってちょっと待って、ユーナに万能薬。あぶねー、ちょっと待って、これ強すぎるマジで。回復、味方全体回復の前に、まだいいまだいいまだいい。シエルをティーラー、アーロンかな、アーロンにシエルやる。これマジで強いな。まあ、多分大丈夫でしょ。 OKOKOK 全然大丈夫で、ここまでは問題なくて、これ一旦メガポーション使おう。一旦全員回復させる。ティーダどうにかしないと。ティーダを起こしてあげる。アイテム万能薬、ティーダを覚ます。 OKOKOK で、ティーダ励ます。これで励ますが今全終わりした。で、アーロンが暗闇ついてるから、それを剥がしてからじゃないとちょっとシャレになんないな。これ死ぬ。うわー、ちょっと唯一かかってないやつやめてよ。くそー、待てよ。一旦デスペルでもうあいつのプロテスを剥がす。しょうがないしょうがない、プロテス剥がしたでしょ。で、アーロンでライブラー、あ、アーマーブレイクが全部剥がれちゃうんだ。マジか、それは困る。ちょ待ってよ、パワーブレイク。あ、やばい、暗闇だ、忘れてた。あー、くそー、ケアルが、待って、こいつめっちゃ強いんだけど。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、落ち着け落ち着け落ち着け。レイズをティーラでしょ。まあまあまあ、まずね、まず生き返らせる。そうか、シエル違うわ。デスペルは消せるけど、あれも一緒に消えちゃうのか。そっか、こっちがかけたデバフも消えるのはちょっとやだな。ティーダにかけるでしょ。 OKOKOK で、ティーダはティーダ自身ちょっと殴ってみる。ちょっとティーダやべえ、お話にならねえな。マジックブレイク、 OKOKOK で、フォントウィングね。これも、いや、これうざいな。沈黙にならないとかマジでうざいんだけど。で、みんな、いや、睡眠かかっちゃうか。いや、またフォトウィングかよ。マジでこの流れやめてくれ、強すぎる。いや、待って、状態異常になるでしょ。で、次はユーナ、アーロンまでが遠い。てか、あともうちょっとなのにな。ちょっと待てよ、一旦リフレクかけとくまである。一旦リフレクかけとくじゃん。で、ケアルがやられたら一番嫌だから、オッケーオッケー。アーロン起きたでしょ、アーロン起きた。次ワッカ、ワッカ起きて。エスナ、マジでこいつ強すぎる。そうか、なんか、なんかデス、なんでリフレクワッカにかかってんだろうな。まあいいや。あ、危ねえ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 。さあ、ワッカの、ちょっとワッカ変えよう。ワッカのリフレクが裏すぎる。あと2600でしょ。ちょっと待って、暗闇かかってんだけど、こういう時にマジか。どうしよう。どうしようどうしようどうしよう。脅す。ダメ？脅せろ。お、脅せたー！ OK、OK、OK、OK。ラスト脅しが入ったでしょ？じゃあ、エスナでアーロン先輩を、あと2600でしょ。アーロンを回復させる。オッケー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 。で、ワッカ交代して、リュックで使う、なんか攻撃を上げるやつはないか。いいや、ヘイスト、アーロンに使うでしょ。アーロンにヘイスト使います。あ、ミス、なんで。まあいいや、じゃあリュック変える。ティーダでいいや。技、いや違うな。励ます。これでアーロン決めてくれ、頼む。脅してる、今がチャンスだ。ユーナは一旦回復に専念しようかな。アーロン、いやー、ようやくここまで来たよ。あとこの一撃で終われ、頼む。
2600か。アーマーブレーク入ってるし、削れ。よっしゃー、クリアー。めっちゃ疲れた、疲れた。二度とやりたくない、こいつ。もう死ぬ。もうだってさ、あと1000まで行って、ケアレダで9999は2回回復されてる。あとおかしくなるよ、これ。あ、やったー。クリアした。疲れたよー。なんだよ、こいつ。ねえ、ちょっと休憩しない？いや、マジで。休む必要はない。あと一息で山頂だ。いや、もう無理無理無理。あとちょっとだから休みたいんだってば。考える時間、少ししかないんだもん。リュック。いいよ。歩きながら考えるから。ふてくされてる、リュック。いやー、やっと終わったぜ。おい、どうした？行こうぜ。本当に、もうすぐなんだよな。とうとうここまで来ちまったな。何がおかしいんだよ。昔の俺と同じだ。え？あの時、ザナルカンドに近づくほど俺も揺れた。たどり着いたらブラスカは究極召喚を得て真と戦い死ぬ。旅の始めから覚悟していたはずだったが、いざその時が迫ると怖くなってな。なんつうか意外です。伝説のガードでも迷ったりするなんて。何が伝説なものか。あの頃の俺はただの若造だ。ちょうどお前ぐらいの歳だったな。めっちゃ若造じゃん。何かを変えたいと願ってはいたが、結局は何もできなかった。それが俺の物語だ。え、何もできずその年までいて、またユーナを殺そうとし、殺そうというか助けらんないんだもんね。なんだろうそれ、ちょっと怖いな。オッケー、じゃあ一旦今日はここまでにしようか。よし、じゃあ次回ここから続きやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。